始まきよしろです。いや編集点作んなきゃ。ちょっと今日はね、世界一ゆるいとんかつを作ろうということで、ゆるいっていうのは食感とかじゃなくて、単純にラフに作っていきましょうやってことっすか。ゆるくやってきますぜ。で削れた。さくらのゆるくやっていきますか。よいしょ。もうな、全部使うわボケ。全部使うね。まずな、肉を出す。なんかな、ここら辺を切るんだ。なんかよく、あ、切り方わかんねえ。あ、痛え。切るんやろ。どれ？外から、外から伸ばすのか。伸ばすの毛、作り方よくわかんない。調べたけどさ、知らないよ俺だって。そんなちゃんとしっかりね。わあ、手つきが慣れてないな。切りすぎたじゃん。これ切りすぎたべ。切ってないしな。これできるのか。で、なんかこれ出んやろ。なん出んやろ、とりあえず。全部使っとるわ、ボケ。今日ね、一人で初めてとんかつを作ります。まあ、クックパッドのやつは僕記憶力いいんで覚えたんですね、はい、でちゃんと手も洗いました。まな板も洗ってあります。まあね、この物語、エリートニートの道って言って、僕仕事したくないんで、家事がしっかりできるね、ニートになりたいんですよ。はい、できた。でね、で塩コショウ、なじませるって書いてあった。ちょっと油入れとこ。手際悪いな。すり込むんやろ、塩コショウ。あっ、吸い込んでいく。ああ、お料理楽しい。塩コショウこうやってねじ込んでいく。あ、お料理楽しいよお母さん。小麦もつけんだよな。一回手洗ってからこうやって。あんまつきすぎ。お料理楽しいよお母さん。
久しぶりだな、料理界。手際が悪くて有名ですよ、僕は。お料理楽しいお化身。おい、何やっとんねん、おい。一番料理系でやっちゃいけない取り方をするっていうね、それが俺なんで。あ、俺のボケも。あ、いや、食べ物で遊ぶなって言われるわ。危ねえ危ねえ。あ、いいでやんすね。もう本当の料理うまい人にとってはクソみたいなやり方でやるんだけど、初心者が作るっていうのね。ちょっと多めに見てくれ。いや、お前ブサイクだから多めに見えへんわ。そんな顔の格差社会できました。一回手洗おう。小麦粉をつけよう。次はステップ2。ここら辺でちょいとね、もう油を入れていこうかな。うん、油をさっき手をね、結構入れますよ。これがもうこれぐらいでいいか。ちょっと入れすぎかな。いや、もうちょっと入れるわ。よし、これぐらいでいいや。ちょっと入れすぎた。で、小麦粉をね、つけると。準備はね、不十分ですけどね。うわっ、つけすぎた。やりやがった。やりようたな、お前。やりやがった、こいつ。うわ、やっちゃった。やったよ、こいつ。あー、無駄になったわ。手垢みたいなの汚いな。あ、気持ちいい。よし、これくらいでいいかな。よくわかんない、初心者だから。俺はって理由でさ、ダメだ、手垢になるからやめよう。普通にこれさ、食器でやった方がいいだろ、絶対。こうやってで入れていかな。ああ、やりようたな。よくわかんない動作。いや、これつけなさすぎじゃない、さすがに。これくらいでいいでしょ。よくわかんない、どんな味なの。塩コショウちょっとつけなさすぎかな。なじませる。どこぞの技術。何、どこぞの技術って。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。あ、手が来たね。うわ、ちねってる。あ、汚ねえ、汚ねえな。汚ねえよ。
めっちゃ汚ねえて。やば。次のステップが、まあね、いや、これやりすぎたわ。また怒られるわ、塩で。食べ物も大事なの。無駄してる気ないんじゃ、俺。ねえ。やりようだな、こいつ。ちゃんはもうね、あのね、これをどうしようかな。肉片を置くところ。あとでちょっと、あとでじゃねえ。卵2個だな。量が増えた。4枚にしちゃったから増えたわ。すっげえ汚い揚げ方すんな。卵を開けるの下手か、こいつ。お、つかめた。何やっとんねん、お前。本当怒られるぞ、マジで。まあ、視聴者さんに食べ物出そうか。違う、今のは新鮮なチェックなんですよ。これが新鮮かどうかっていうのをね、見極める審査。遊んでるわけじゃない。って言って、それは遊んでるふりだろうって思うけど、遊んでないです、本当に。こんないらなかった、明らかに。なんか美味しくできなさそうだな。あ、行っちゃった。いや、やべえぞこれ。できなかったらことだぞ、マジで。こっち置いて、ここ置いて、でこいつらを一回ね、溶けます。ちょっといいや、ちょっとごめんなさい、薄力粉さあ、たち来世でやりましょう。いやね、不思議だわ、これは。できたらな、あなたに会え。やべえ、めっちゃ下に落ちる。何分？あ、もう13分やってんじゃん。やば。やばたやばお。手際の悪さは世界一。ってことでね。ここにね。で、パン粉。全然準備できてない。3分クッキングすげえわ。いや、どこ褒めとんねん。これはね、待機場所みたいな。いいんだよ。あ、1個でよかったかもしれない。
あ、パン粉全然足りねえ。手洗っとんねん。料理人の中で一番手洗ってるかもしれない。いや、料理人なんか言えるかお前が。あ、ちょっと入れすぎた。あー、やっぱ料理楽しいな。今日朝ね、最近お母さんの調子が悪いんで自分で料理を作るっていうね。ね、ほんとずっとお母さんに任せっぱかりだった。気持ち悪いやろう。あれつかない。つけつけ。お、これ使い切ったんじゃない。よし、できた。卵残ったんで後でね、ガチャガチャ卵作ります。全然足りたわ。1個でいいんだね、卵ね。あとでね、飲みはせんけど、フラッシュ。あーで、こっから待つっていう敵屋の悪さ。メニュー、いやー、やばいぞこれ。ということで、領事の、あ、本名言っちゃった。まあいいや。やばい。やばいな。今、音がやばかった。やばいよ、今の音。チュッ。クソだよ、マジで。超油だから。爆発するね、これやばいな。やばいな、やばいやばい、これマジでやべえ。やべえやっちゃね、これ。1枚ずつやっていきましょう。とんかつはしっかり焼かないとダメだからね。入ってね、やっぱ豚っていうのは危ないから。なんかめっちゃアメリカで殺してる生き物は豚だから、食って怨念みたいだから、しっかりとやんなきゃダメなんだよ豚は。うん、しっかり、うん、レアは許されない豚には。うんね、生姜焼きのレアですってね。
ロースステーキの焼き鮭はって言ってね、レアだよ。そういうコントも面白いな。決断しなきゃなと思ったけど、こっちの方が俺は意識がこっちに行っちゃうから、危ない危ない、そんなハッハッハッみたいな感じでふざけてられないの。油はもういっつももう危険と隣り合わせだから、油本当に。お前は何やねん。ガチでやべえぞマジで。21分、まあ、これを編集してね。まあまあ手際の悪いところは、っていう編集しませんけどね、ノーカットなんで僕は基本的に。ここねいろいろ見えちゃうからあんま良くないんだけどね。おー顔が映ってる、汚い顔が。ちょっともうちょっと塩コショウ入れてもよかったかもね、うん、課題は、うん、これをね4枚作るっていうのがまずおかしい。1人2枚食わなきゃいけないからね、死ぬぜ俺だって4枚食ったら。
肉をちょうだい。ズンズンズン。急いで急いで急いでね。ポンツポンツポンツポンポン。おうママミルクをちょうだい。急いで急いで急いでね。瓶の中のハエが逃げな。よう。ポンツポンツポンツポン。ポンツポンツ。めっちゃ暴れるよ。やば。なんかちょっとちゃうな。あー、もっとやんなきゃダメか。課題ってすごいな。全然だったね。パン粉の量が少なかった。うん、めっちゃ俺いじくるからね。こんな一瞬では作れねえけど。山並は燃える。あるから君は飛び立つ。限りなく青い太陽を震わせ。みんな過ぎたけれど森で。勇気を翼に込めて希望の風に乗り、この広い大空に夢を託して。これくらいでいいかな。ちょっとまだだな。ちょっとまだ生ダメだ。もう一回やり直すか。全然生だ。ドゥンドゥルル。死ぬよこれは。マジで生豚は死ぬ。限りなく青い空に心震わせ、みんな過ぎたけれど思い出強く抱いて。全然だ。
激焦げくらいでちょうどいいね。うん。チュラチュー、チュチュチュ。おママミルクをちょうだい。ポンチポンチポン。急いで急いで急いでね。ポンチポンチポン。おママミルクをちょうだい。急いで急いで急いでね。ポンチポンチポン。瓶の中の鉢。何気ないよ。おポンチポンチポン。おポンチポンチポンチポン。おママゴルクをちょうだい。ポンチポンチポン。急いで急いで急いでね。ポンチポンチポン。おママコルクをちょうだい。急いで急いで急いでね。あぶね。コルクをちょうだい。
のことで。まあ、ちょっと俺いただくわ。先に俺はちょっとね、とんかつを食べてきます。美味しいのかな。あ、うまっ。うん、まっ。もう一枚も食っとくわ。めっちゃうめえ。俺いつもビギナーズラックがいいんだよな、料理の。シニアだった。あっちゃ。あ、これ切りが甘かったな。筋切りの甘かったわ。ね。こんな透明で見せられてね。何をやったんじゃん。結構切りすぎくらいちょうどいい。
ち油垂れるよりやん。やば。隠すんじゃねえよってな。Washing down. Sorrow, ready to blame you. Thank you.
くわ。ということでできました。ではね、はい、料理編おしまい。